皆さんこんにちは。今日は Get Ready With Me をやっていきたいと思います。今回も編集のお供のカフェラテを買いに行くので、その準備動画を撮っていこうと思います。ということで今日もカフェラテを買いに行きます。でちょっとゆるく準備をしていこうかなと思います。ということでまずこちらを使います。今日は、Dプログラムのアレルバリアエッセンスです。これを使っていきます。でお肌が痒いって言ってたと思うんですけど、ちょっとずつ、本当にちょっとずつ良くなってきて、最初ここら辺上の方が痒くて全体に広がって、今ね下に下がってきてるから、だんだん良くなってきてるんじゃないかなと思います。ちょっとこの耳とか耳後ろあたりとかね、今ここの眉間とかもちょっと痒いんだけど、まあ、少しずつ良くなってるのかなって思います。でもうちょっと様子を見て、あまりにもね治らないようだったら、あの通ってるね皮膚科に行こうと思います。そう、ちょっと治りにくいだけかもしれないから、もう少しだけ様子見ます。痒いから寝てる時とかは無意識に嗅いちゃったりとかしてると思うんですよね。わかんないけど、それ以外はねなるべく書かないようにしてます。で多分花粉だから、こういうものでね一応抑えるようにしてますね。でこれは色付きなんですけど、一応首のところが痒いからここら辺まで伸ばしてます。で気になるところはちょっと重ねていきます。はい、こんな感じですね。これもめっちゃ綺麗じゃないですか。このエッセンスね、仕上がりがすごい綺麗なんですよ。しっかりカバーもしてくれるし、肌もね綺麗に見せてくれるから、普通に気に入ってます。あの花粉用とかではなく、普通の BB クリームとして気に入ってますね。すごいこれ好きです。でパウダーはバントレテを使います。これもしっかり UV ケアできるんですけど、さっきのアレルバリアの方も UV カットもねしっかりしてるので、日差しが強い夏でもねこの組み合わせ使えます。とってもお気に入りで、最近本当に暑い日も多いから、夏服とかを入れ替えたりとかね少し買ったりしてます。でリエリーでこの間購入したのを、楽天ルームに全部載せたんですけど、またね新たに2つ購入したので、今日はねそれを着ようかなと思います。1個はワンピースで1個は帽子なんですけど、すごい可愛いし楽なんですよ。両方とも簡単におしゃれにしてくれるからめちゃくちゃいいなと思って買ってみました。でまだね着てないので今日初めて着ようと思います。楽で可愛いっていうのが一番良くないですか。そう、なんかもう日常的に使うにはそういうのがめちゃくちゃいいですよね。でやっぱりなんかちょっとダボっとしてる感じが好きなので、あの楽天ルームに載せたやつとかは L サイズの T シャツとかなんですけど、それと一緒にね合わせてワンピースを着ようかなって思います。ゆるっとしたやつがね可愛いし楽なんですよね。そうで今日は長袖なんですけど、もうもちろんね半袖とも合わせて使いたいですね。で眉毛はいつも通りフーミーのこちらを使います。これねもうすぐなくなるんですけど、リピートしますかっていうコメントをいただいたんですけど、リピートはしたいんだけど他のカラーが結構残ってるからすっごい悩んでて、他のカラーがだいぶなくなってきたらリピートしようかなって思います。それまでは違うパウダーとか家にあるものとか使って眉毛描こうかなみたいな。多分これで新しいのを買ってしまったら、こっちの方はね新しい方を使っちゃって多分使わなくなっちゃうからもったいないですよね。こういう風に3色入ってるのは嬉しいんですけど、使う頻度とかがバラバラだと大変ですよね、入れ替える時。でもなるべく無駄のないようにしたいから、とりあえずはリピートはしないけど、多分でも気に入ってるパレットなので次もね欲しいです。結構ね私が気に入るものって廃盤になりがちなので、私が使い切るまで廃盤にならないでほしいな、これは。そうなぜかね気に入ったもの廃盤になりがちなんですよね。なんか定番じゃないのかな、あんまり。まさかのリップエッセンスもねほぼ廃盤みたいなもんですもんね。でもリップクリームが結構一番廃盤になったかな今まで。
肌に優しくってちょっとプルッとツヤっとするようなものとかが好きだったから、そういうのを薬局で探して使ってたんですけど、今までのものは全部廃盤になってるかもだから何を使ったかちょっと覚えてないんだけど、そうですね、ほとんど廃盤になってるかな。廃盤になって次の使ってたから残ってるのない。それはそれで悲しい。なんかで一番長かったのがリップエッセンスだから、それもまさかの廃盤で悲しかったですね。まあ、今復刻とかねしてるから買えることは買えるんだけど、多分こういうの復刻何回かありますよね。これからもまだストックがあるから今は買ってないんですけど、そのうちなくなったらまた買いたい。でもそのリップエッセンスに代わるものだったら、この間も紹介したんですけど、バントルテのリップクリームはすごく良かったですね。あれはリピートしたいぐらい気に入ってます。でこの間のバントルテのやつが使い切ったから、今ねリップエッセンスを開けました、新しいの。なのでそれが終わったら次またバントルテにしようかなって思います。でやっぱりリップエッセンス塗るとプルプルになりますね。なんかグロスっぽい感じで潤ってくれます。はい、眉毛はこんな感じです。そしたら今日はアイシャドウこちらを使います。こちらは視聴者さんが送ってくださいました、ありがとうございます。この3つのアイシャドウを使っていこうと思います。あ、めっちゃ可愛い、ちっちゃい、すごく薄くて持ち運びとかしやすそう。はい、こちらはミリコのアイシャドウで、ネクターオレンジとイエローゴールド、ブラウンゴールドの3色です。この小ささと薄さがめちゃくちゃ可愛い。で、手のひらサイズの小さなコスメっていうコンセプトみたいです。で、しかも蓋がね全部取れるタイプですね。すごい、初めて見たかもこういうので。こちらがイエローゴールドです。ラメがねすごいキラキラしてますよね。ちょっと手に出してみたいと思います。はい、こんな感じです。めっちゃ発色いいですね。ラメがねすごいキラキラしてるわけではないんですけど、ツヤがめちゃくちゃ綺麗です。シマーな感じなんですかね。小さめのラメがすごいキラキラしてます。すごい綺麗。では次ブラウンゴールド、はい、こんな感じです。こちらの方がオレンジ味があるような感じですね。で、ラメが少なめでよりシマーな感じですね。角度によってはブラウンっぽく見えるし、ゴールドっぽく光っても見えます。これも絶対使いやすい。で、最後はネクターオレンジ、はい、こんな感じで黄色みが強めのオレンジですね。で、これもねシマーな感じですごいツヤツヤしてます。ちょっと柑橘系の皮の色っていう感じがしますね。めっちゃ可愛い。で、今日はこれを使ってオレンジメイクをしていこうかなと思います。なのでまずこちらをね全体にのせます。はい、こんな感じ。ほんと黄みが強いからイエローメイクとかにいいですね。馴染みやすいイエローオレンジっていう感じがします。めっちゃ可愛い。で、そしたらこっちのブラウンゴールドの方を二重幅にのせていきます。やっぱ馴染みがいいですね、この二つ。すごい綺麗。そしたらイエローゴールドを上からポンポン重ねます。結構しっかり発色したのでちょっとずつやっていきます。はい、乗せてみました。ほんのりキラキラしましたよね。これ重ねてもすごく可愛い。発色がしっかりしてたので下のカラーとかも消えちゃうかなと思ったんですけど、薄めに伸ばすといい感じになじみます。この3色でオレンジメイクにしようかなと思ったんですけど、意外とイエローオレンジメイクですごくおしゃれな感じになりました。で、馴染みがいいのですごい使いやすいです。すごく気に入りました、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、嬉しい。ではビューラーをしていきます。そしたらアイライナーは今日はリキッドで描いていきます。細めに低めに長めに描いていきます。
で下ラインもね少し足そうかなと思います。いつも通り黒目の下に足していきます。そしたらマスカラしていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。ナチュラルなイエローオレンジメイクにしてみました。そしたらまたバントゥーテを使っていきます。でチークはこちら使います。この間ね、ボロボロになったって言ったんですけど、ピンクのジョイの方ではなくて、ブレッシングの方でした。こんなにボロボロになってしまって。一応、ギュッギュしてあるので、固まってはいるんですけど、ブラシでこう取ったりとかすると、ポロポロしてくるから、持ち運びはできないですね、今。ちょっとそこはショックなんですけど、このボロボロしたところを早く使い切りたい。そうしたら、普通に使えるので。ピンクの方ではなかったけれども、どっちにしろ悲しい。普通にショック。この MIMC のチークがめちゃくちゃ好きだから本当にショックですね。これは発色もいいし肌も綺麗に見せてくれるし血色も良くなるので本当に気に入ってるチークです。やっぱりいい感じです。どうしよう、また手を滑らせてしまった。すごいすごい粉々になってそう。裏返しになってる。この間ボロボロになったところがまたボロボロになりました。で私の今足の上にも落ちてるからちょっと救出先にします。すごいショック。またやってしまったわ。はい、ということで下に落ちたものは掃除機で吸ってきました。でここに入ってたものとかをかき集めたらこんな感じであったのでまだ戻してギュギュッとやりたいと思います。これは後でやろう。あーショック本当になんでこんなに落とすんだろう。はい、でハイライトはこちらを使います。スリークのハイライターですね。これを全体にのせます。これね、すごいツヤツヤにしてくれてめっちゃ綺麗ですよね。すごい気に入ってます。で、リップはこちら使います。リップモンスターのラスボスです。まずはこれをね、ポンポン付けしていきます。はい、こんな感じです。これめっちゃ可愛いですよね。今軽く塗ってるのでピンクっぽくなってるんですけどちょっと深めのカラーですね。で、この上からリップモンスターのイエローを重ねていきます。はい、こんな感じです。イエローを重ねることでちょっとね、オレンジっぽくなります。この組み合わせもめっちゃ可愛い。で、そしたらね、軽くティッシュオフをします。はい、こんな感じです。やっぱリップモンスターは重ねてもティッシュオフしても可愛いからすっごい万能、めちゃくちゃ使いやすいです。はい、ということでメイク完成しました。はい、全体はこんな感じです。今回はナチュラルなオレンジメイクをしてみました。少しイエロー寄りですね。リップが落ちにくいのでマスクメイクにもおすすめです。はい、こんな感じです。ということで髪の毛もやっていきます。はい、ではいつも通りクレイツを使っていきます。で、一番低い150度でやっていきます。今日は簡単に巻いていくような感じなので毛先中心に巻いていきます。
はい、こんな感じです。ちょっと大きいウェーブみたいな感じになるようにセットしてみました。で、今日はちょっと雨降りそうな感じでムシッとしてるので、スタイリング剤もね、つけておこうと思います。今日は N ドットをつけていきます。スタイリングセラム、これをワンプッシュと半分くらいにしようかな。もっとたくさんつけてもいいんですけど、今日は軽くしておきたいのでワンプッシュ半にしておきます。で、これを全体につけます。はい、こんな感じでセットしてみました。すっごいナチュラルなんですけど、ちゃんとセットした感がありますよね。最近ちょっとこういう大きいウェーブにしたりしてます。で、内巻きにしてるんですけど、ちょっと外派手にもなるような感じになってるので、結構動きが出やすいかなと思います。こんな感じでセットしてみました。はい、ということで着替えてきました。こんな感じです。リエリーの購入品でコーディネートを組んでみました。新しく届いた方がこちらのワンピースです。すごい可愛くないですか。後ろもね、クロスになってるんですよ。で、調整するところはないからスッと着るだけですね。で、こちらは M サイズです。で、結構ね、厚手というか裏地もしっかりしてるから、これ1枚でさらっと着ても透けないですね。特にこれは黒だから全然透ける心配はないです。すっごい楽、こういうので。中に着てるこの T シャツは前回の時に購入して、楽天ルームに載せてあるんですけど、オーガニックコットン 100% の T シャツです。なので本当に手触りもすごくいいし、いい感じです。で、こちらはホワイトの方なんですけど、一年中使いやすいですよね、こういうの1枚あると本当に便利です。すっごく可愛い。で、このワンピースともう一つ一緒に買ったのがこちらの帽子です。透かし編みサーモハットです。夏にね、こういうハットいいかなと思って、こんな感じです。あ、結構しっかりしてる。思ったよりここの縁にちょっと固めになってて崩れにくくなってるんですよ。なんかサイズが調整かって書いてあるんだけど、それはよく分かんなくって、手洗いもできて通気性がよくって、折りたたみもね、できるそうです。こういう風に折りたたんでも、ちょっとこうここに硬いのが少し入ってるので崩れにくいよっていうことだと思います。で、中にこういうね、ループがついてるんですよ。なので、ここの両側に紐を通して顎紐をつけることもできます。こうちょっとこういう風に飛ばされても大丈夫なようにもできます。夏はいいかもしれない。かわいい。今日は晴れてはないのでこれは今日はかぶりません。でも、この格好にもすごい合うと思います。この2点もね、楽天ルームに載せておきます。はい、全身はこんな感じです。リーボックのスニーカーとヒョウ柄のカバンを合わせてみました。はい、全身はこんな感じです。で、イヤリングもつけてみました。こんな感じです。今日はこのラフなスタイルで行ってこようと思います。では、行ってきます。結構普通に雨が降ってきた。さっきまでちょっと降りそうな感じで微妙だったんですけど、今はね、雨降ってます。でも、なんとなく明るいからそのうち止みそう。はい、行ってきました。今回も濃厚リッチカフェラテにしました。でね、今行ったらもう雨は止んでました。早いちょっと先飲んじゃおう。うん、やっぱ美味しいわこれ。ということで、帰ります。はい、ということで帰ってきました。家に着くちょっと前からまた雨が降ってきちゃって、ちょっとボサボサになってるかもしれない。とりあえずこちらをゲットできたので嬉しいうん、これは濃厚リッチなのでしっかり味も出てるんですけど、深すぎないので私でもね、美味しく飲めます。で、今日は限定のね、豆が出てたら買おうかなと思ったんですけど、いつも買ってるような限定の豆が出てなかったので
今日はカフェラテだけ買ってきました。でこの間行った時に豆買ってあるので一応まだね家にあります。ということで今日はねこれをお供に編集を頑張りたいと思います。そう今日はカフェラテだけだ、甘いものは買ってきてないです。というわけで今回はこんな感じの Get Ready With Me プラスプチ Vlog でした。洋服とかコスメとか気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。またこんな感じの動画も撮っていこうと思います。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。